日頃こんな特徴が見られる人は感受性が良く勘の鋭い人なのかもしれませんよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。突然ですが、あなたは勘が鋭い方でしょうかね。まだね、この勘が鋭いって言ってもなんだか抽象的で、具体的に勘が鋭いってどういう人のことを言うのかとかね、勘が鋭い人には何か特徴があるのかとお感じになられるかもしれませんよね。例えば自分の中でこうなるんじゃないかなと思っていたことがよく当たるですとかね、なんとなく嘘をつかれているかもということが分かってしまうなどといったことが日常生活の中でよくある方というのはね、間違いなく勘の鋭い人と言ってもよろしいかと思います。そんな勘の鋭い人は鈍い人に比べて事前にトラブルを回避することができたりとか、普段買うことのない宝くじ売り場で足が止まってね、買ってみようという衝動に駆られて購入したところが大当たりを引けたというラッキーな経験をね、多くしていたりするもんでございます。そこで今回は勘が鋭い人が持つ特徴や勘を鋭くする方法についてお話してまいりたいと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また今回ご紹介させていただきます特徴に当てはまっていたという方や、昔よりも勘が鈍くなってきたな、あるいは鋭くなってきたなどのね、そういったことをコメント欄にね、このアウトプットなさってみてくださいませね。まだ公式 LINE へのメッセージをお待ち申し上げておりますよ。それでは行ってみましょう。そもそも勘というのは一体何でしょうかね。まあ一般的に勘といえば直感で物事を判断することだったりとか、そういった能力のことを指して第六感などと言ったりもいたしますよね。物事の意味や良し悪しを直感的に感じ取って判断する心の働きや、そういった能力のことを勘と言います。第6巻につきましては、前回こちらの動画、マンネリが嫌い、繊細、そんなあなたは類稀な第6巻の持ち主かもというこちらの動画でですね、第6巻の強い人の特徴についてお話しさせていただきました。第6巻直感にね、ご興味があるという方は、ぜひね、こちらの動画をチェックなさってみてくださいませね。また仏教には、六識という言葉がありまして、視覚を表す原識、聴覚を表す二識、嗅覚を表す美識、で味覚を表す舌識、触覚を表す心識、知覚を表す意識の6種類の認識のこと、これ仏教では六識と申します。前回の動画でもこの第六感がね、強い人の特徴として、いろんなことを経験している、感受性豊かなどといったものがございました。つまり感の鋭い人というのは頭で考えてどうこう言うのではなくて、あくまで感覚で捉えて判断する能力の高い人、第六感に基づいた知覚能力の高い人のことを指すということになるわけでございます。普通一般的に物事を考えるときには、何かの根拠があってね、頭の中でああでもないこうでもないと想像しながら考えを巡らすものでしょうけれども、それが直感による場合、明確な根拠もなくね、そんな根拠も意識することなく感覚的に捉えるというわけでございます。論理的な推論というのは、実は経験則によるところが大きいんですけれども、勘が鋭い人というのは経験則を考えたりとか、あとは意識するよりも早く第六感のひらめき、感覚的な直感をキャッチなさっておられます。なので結果的に根拠なく先行きのことを言い当てることができる人、つまり勘の鋭い人と言えるわけでございます。ではそういった勘の鋭い人にはどのような特徴があるのか、今回は9つご紹介させていただきまして、動画の後半にはそんな勘を鋭くするための方法について3つご紹介させていただこうと思います。日頃こんな特徴が見られる人は感受性が良く勘の鋭い人なのかもしれませんよ。勘が鋭い人が持つ特徴9選、1つ目は正夢や予知夢をよく見る。正夢というのは見たことが現実で起こる夢のことですよね。一方の予知夢というのは正夢も含まれるわけなんですけれども、いわゆるこれから起きる未来について暗示的なメッセージが出てくる夢のことを言います。勘の鋭い人はこの正夢や予知夢をよく見ておられるはずでございます。例えば大きな災害に遭遇する夢を見たというよりも、何気ない日常の一場面を夢で見るなんてことが多いと思います。夢で見た会話と同じ会話を現実でしていたりとか、夢で見た風景を現実にこの目で見たりといったデジャブのような感覚を覚える人もいらっしゃるでしょう。勘が鋭い人が持つ特徴9選、2つ目は集中力は高く頭の回転が速い。勘の鋭い人はこれまでの人生の中で得てきた経験や様々な情報の中から、その場で必要な情報を瞬時に選択なさって判断することができます。勘の鋭い人は集中力が高くて頭の回転が速いことも特徴の一つに挙げられます。これも意識して行っているわけではなくて、勘の鋭い人が備えている高い集中力で自然に振る舞うがごとく一瞬にして行っておられます。ですのでね、どうしてそういう選択をしたのと問いかけたとしても、本人にとってもね、ある意味当たり前のことで、ちゃん
とした理由を説明できないなんてことがあるかと思いますよ。また頭の回転が速いので、その場の状況を先読みすることも多いでしょう。そうなると自分の言動や行動が周りにどういう影響を及ぼすのかということにもね、こう敏感になる傾向がございます。つまり責任感が強い人もね、勘が磨かれて鋭くなる傾向にあると言えます。勘が鋭い人が持つ特徴9選3つ目は、鼻が利き嘘を見抜くことができる。勘の鋭い人は雰囲気や予兆、人の感情の揺れ動きなどね、様々な状況を敏感に捉えられて、わずかな情報からでも真実を見つけ出せる力が優れておられます。変化に気づいたり、物事を察知したりする能力も強いので、人が何を求めているのか、どう思っているのかということをね、察知なさいます。仮に嘘をつかれた時には、相手の嘘を見抜くこともできるでしょう。勘が鋭い人が持つ特徴9選4つ目は、子供や動物に親しまれる、懐かれる。勘の鋭い人は子供や動物に懐かれやすいという特徴があるはずでございます。子供や動物というのは高い感性や感覚を備えています。私たちはこう年齢を重ねるごとにね、徐々に鈍くなってしまう感性をこう擦れていないというかね、高いままでキープしています。子供や動物はその人が醸し出されるオーラや波動を敏感に感じ取れているんだと思いますよ。つまり勘の鋭い人から放たれるオーラは穏やかでね、安心できますので、理屈抜きに懐かれるんだと思います。勘が鋭い人が持つ特徴9選5つ目は、客観的に物事を見ている。私たちは何らかの判断が必要な時、前例や慣習に縛られることで発想が凝り固まってしまうことがございます。なので的確に判断できないなんてことがありますでしょう。あるいは主観的な考え方しかできずに、物事を柔軟に考えられなくなることもあるかもしれません。まあ普通一般的には客観的に物事を見ることは難しいものだと思いますけれども、勘が鋭い人はどのような状況に立たされたとしても、努めて冷静にその物事をね、客観的に見られる能力を備えておられますよ。緊張するような場面でも正しい判断ができますので、平常時もトラブルが起きて危機的な状況にある時でも、基本的に態度は変わらないものと思います。勘が鋭い人が持つ特徴9選6つ目は、人間観察をしている。普通の人は物事や人の動きを見ているようで見ていないことがあったりいたします。もっと言えば勘の鈍い人はね、この名指しで何かを説明していたとしても、全く話が入っていないっていうような人もおられるくらいですからね。要は聞いていただけ、見ていただけという人もおられます。その点勘の鋭い人の場合は、見ようと思わなくても見えてしまう、聞こうと思っていなくても大切なことは耳に入ってくるといったイメージで、周りで起きている変化、あるいはね、相手の思いを感じ取る能力に長けていらっしゃると言えるでしょう。勘が鋭い人が持つ特徴9選7つ目は、物事をごまかさない。勘が鋭い人は話をそらしたりとか、その場を取り繕ったりすることはほとんどしないでしょう。つまり自分自身が思ったことや感じたことに対して嘘をつかないということになりますよね。もっと厳密に言えば、嘘をついてしまっている自分に我慢できずに、イライラして落ち着かなくなったりとか、心が痛むくらい感じてしまうこともあるでしょう。ただし方便と嘘っていうのはこれ違いますよ。勘の鋭い人は嘘はつけないけれども、方便はうまいということもあると思われます。ちなみに嘘というのは自分のために言う根拠のない物語、方便というのはあくまで相手のことを思って話す物語といった違いですので、こちらね、勘違いしないようにお願いしますね。勘が鋭い人が持つ特徴9選8つ目は、直感的に行動することが多い。勘の鋭い人は過去の経験からいろいろ考えて行動するというよりも、直感的に行動するようなタイプの人でございます。その直感の根底には、これから起こることを見抜く力があったりとか、集中力が並大抵ではなくて頭の回転が速いといった特徴につながります。仮に直感的に行動していたとしても、じっくりと考えて練りに練って行動したかのように、物事を成功へと導いていることが多いと思いますよ。勘が鋭い人が持つ特徴9選9つ目は、お墓参りを欠かさない。勘が鋭い人は親先祖への感謝の気持ちを大切になさっておられて、お墓参りを欠かすことはありません。それもお盆やお彼岸などの行事に合わせてお墓参りするのはもちろんのことなんですけれども、ことあるごとに足しげく感謝の祈りを捧げに行かれることがあると思います。それだけ親先祖のことを大切になさっているという証でございます。またお墓参りをするということは、ご先祖様からのメッセージをきちんと受け取られているということでもありますし、ご先祖様のそういったご存在を無意識のうちにね、気づいておられるんだと思います。ということでまとめ、勘が鋭い人が持つ特徴9選1つ目は、正夢や予知もよく見る。2つ目、集中力が高く頭の回転が速い。3つ目、鼻が利き嘘を見抜く。4つ目、子供や動物に親しまれる、懐かれる。5つ目、客観的に物事を見ている。
6つ目、人間観察をしている。7つ目、物事をごまかさない。8つ目、直感的に行動することが多い。9つ目、お墓参りを欠かさない。以上、ここまでが勘が鋭い人が持つ9つの特徴についてご紹介させていただきました。それではここからは、勘を鋭くするためにはどうすればいいのかという方法について3つご提案させていただきたいと思います。勘を鋭くための方法3選1つ目は、いつ何時何事をも受け入れる柔軟性を持つ。自分の身の回りでは毎日目まぐるしくね、いろいろなことが起きておりますけれども、意識するしないにかかわらず、それらの出来事は自分にとって必要なものだからこそ起きているんだというようにね、そういった物事の捉え方、受け止め方をしていきましょう。まずそのように受け止められる柔軟性を持つことを目指していきましょうね。臭いものに蓋をするではないんですけれども、たとえ嫌な出来事からね、こう目をそらして続けていたとしても、必ず向き合わなければいけない時期はやってくるもんでございます。いずれいつか向き合わなければいけないことなら、向き合える時に、しかも自分の方から受け入れに行きましょう。自分の人生の課題というかね、魂の課題というような問題にいつでも柔軟に対処するような意識を備えておられると、いざという時にも慌てる必要はありませんし、そうした一つ一つの突発的な経験を積んでいかれることでね、責任感も強くなってまいります。責任感を持つ意識は間違いなく勘を鋭く磨くためのこれ磨き綱になりますよ。責任感が強い人は、例えばね、小さな子供の面倒を見ている時などには、こういうものが置いてあると危ないんじゃないかとかね、空調は大丈夫だろうかとかね、何が必要なんだろうか、大丈夫だろうか、何が訴えているんだろうかとかね、そうした想像力を働かせていることで勘が鋭くなりますし、様々なことに対処できる柔軟性も養われてきます。幼い子供の面倒はね、これいい加減な気持ちでは見れませんよね。それに意識を集中しておかないと大切なことに気づけないと思います。そういう意味でも、物事への柔軟性と責任感を持つことで、あらゆる感覚を鋭くさせて勘を強くすることにもつながってまいります。勘を鋭くするための方法3選2つ目は、素直な気持ちになる。素直な気持ちでいることも大切な要素でございます。五感で感じる以外の第六感で感じる直感とか霊感などの感覚をね、これ疑うことなく自分自身で素直に受け取るようにしてみましょうね。せっかく感じた直感をね、気のせいにするのはこれあまりにももったいなすぎだと思いますよ。気づかないふりを続けておりますと、感がだんだんとこう鈍くなっていってしまいます。一方でそういった感覚にとらわれてしまいますと、現実と想像の境目が分からなくなってしまって、単なる妄想に過ぎないものということになってしまいます。感と妄想はこれ全く違いますので、これもね、混同しないように覚えておいてくださいませね。また素直な人っていうのは感受性も磨かれますので、些細な変化に気がつくことができるようにもなります。そして些細な変化に気づく人っていうのは、集中力が高いことが多いので、人よりもね、疲れやすい傾向があるかと思いますよ。ご自分の心身を休めながら体力の調整も意識なさるとよろしいかと思います。勘を鋭くするための方法3選3つ目は、広い寛大な心を持つ。広く寛大な心を意識して持つようにいたしましょうね。寛大の人には安心して人が集まってこられます。その人から醸し出されるおおらかな波動に引き寄せられるからですよね。そうした広い心で広い視野を持てれば、物事を俯瞰して見つめることができるもんでございます。勘が鋭い人は人と違った視点を持っていたりとか、その人独自の行動リズムを持っていたりするもんでございますよ。普通の人と同じではない、気づけないことに気づける視点を持っていらっしゃいますので、他の人には分からないようなことでも勘で当てることができたりするようになります。また物事を長期目線で考えることができる人も、これ勘が鋭い人になりますよ。実は直感的で物事を判断しているように見える人でもね、そもそも長期目線で物事を決定していることが多いもんでございます。広く寛大な心で俯瞰して長期的に物事を観察することができるから、自分でも不思議なくらい自然に勘が降りてくるという経験をするようにもなれるかと思います。ということで、まとめ。勘を鋭くするための方法3選1つ目は、何事も受け入れる柔軟性を持つ。2つ目、素直な気持ちになる。3つ目、広い心、寛大な心を持つ。以上、3つの方法についてご提案させていただきました。勘が鈍いか鋭いかで言えば、鋭い人の方が仕事やプライベート、人間関係などもね、除災なく過ごすことができるかと思います。自分の中にあるその感性、感覚を信じられて、物事の捉え方を広く大きくしていかれることでね、勘を鋭く磨き上げることができます。しかもこれはね、誰にでも可能だと言えますからね。人の心の奥底にある温かい気持ちに気づける勘が鋭いあなたを目指して、より豊かな人生を築いていかれることを心よりお祈り申し上げております。はい。
い、ということでね、今回のわしは参考になったよと思えたそこのあなた、いいね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。また気づいたことや感が鋭い人がご家族や職場、友人、知人にいらっしゃるという方はぜひコメント欄でアウトプットなさって教えてくださいませね。直感がすごすぎてドキッとした体験なんかもね、いいですよね。それから公式 LINE へのメッセージもお待ち申し上げておりますからね。それではまた他の動画でお会いかかりましょう。簡単住職でした。